はい、こんばんは、川島です。今回ですけども、今まで二重マッサージを過去、まあ、何本かね、出してきました。まあ、総再生数がね、やっぱね、もう1000万再生超えました。なので、今日はせっかくなので、まあその1000万再生記念として、今までの二重マッサージをまとめて、なおかつ最新バージョンで、なおかつ一番効果のあるものだけまとめた、二重マッサージの今のところ完全版バージョンをね、今日はまとめていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。早速ね、やっていきましょう。ちなみに今回の動画は、今までにこう二重とかね、いっぱい出しましたけど、こんな感じの成功例がね、いっぱい、出てます。まあ、こんな感じで結構に DM もらうんですけども、まあ、本当に一重からね二重になったりとかね結構いろんな DM 来ますので本当にたくさんの人がね二重になってるマッサージを、ね、今日は紹介していこうと思っています。今回のポイントは目の周りの筋肉ですね。眼輪筋や前頭筋をね今日もね使っていこうと思っております。でこの眼輪筋や前頭筋凝ってると目の周りが重くなってきますので二重幅が落ちてくると。それをしっかり使いやすい筋肉に変えていって使っていってしっかりね開きやすい目を作っていくことでしっかりね大きな二重線がねしっかり入ってきますのでぜひね頑張って一緒にやっていきましょう。では早速ね10分間測っていきますので一緒にね見ながらやってみてください。では早速やっていきましょう。ではいきます。3、2、1スタート。まずは、前頭筋マッサージ。まず眉毛のところに指3本当てて、眉毛をほぐします。眉毛をグッと押し持ち上げほぐす感じですね。こんな感じでグリグリグリと眉毛をほぐしていきます。ポイントはしっかり上に持ち上げながらほぐす感じですね。これは前頭筋マッサージ。これをすることによって、眉毛の重たい感じ、眉毛の周りに結構ふひっと疲労溜まってくるんですけども、それがね、重たい感じが取れてきて、眉毛が上に上がってくれます。そうすると、下がった目が上に上がってくれて、二重幅が、出やすくなってくる。しかもね、印象も上がってきます。はい、やっていきましょう。このマッサージは僕がね、17歳の時に顔の印象を変えたくてね、印象を上げるためにやったね、作ったマッサージですね。はい、それが、意外とね、二重になったという感じですね。はい、グリグリグリとマッサージをしていきます。あと両方ですね。あ、ぜひね、皆さん、しっかり効果を感じてみたい人はね一回片方ずつやってみて片方だけやってみてどんぐらい変化をするかをね、体験してみてください。 OK、次、真ん中いきます。おでこの真ん中、同じようにおでこの真ん中を押して、グリグリグリとほぐします。押しにくい人はグー、猫の手のこの面で、この面でグリグリしても OK です。グリグリグリと、これも痛気持ちいい感じを感じるぐらいまで押してみてください。これがちょっと痛いって人は凝ってる証拠ですね。で、結構ね、力が足りてない人も多いと思うのでしっかり押すことで、このね、この辺の筋肉がほぐれてくれてまたおでこがね、使いやすく上げやすくなってきますのでしっかりこれグリ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 ほぐしてみてください。結構ね、このとんがった部分でほぐしても全然いいと思います。しっかり上に上げる感じでほぐしましょう。痛いですね。やっぱね、久しぶりやったら俺も痛いですね。残り10秒、気持ちいい。2、1、 OK。 次、おでこの前髪の生え際いきます。生え際同じようにグリグリグリとほぐします。皮膚じゃなくてしっかり奥の筋肉や骨をね押す感じでやってみてください。これは、狙ってるのは、皮膚ではなくて筋肉のもっと奥にある骨膜、骨と筋肉の間ですね。そこを狙っています。いわゆる僕らは、ね、骨膜マッサージ僕ら呼んでますね。実際ね、これ僕らはね、実際整体を持ってまして宮崎と東京店にね整体院があるんですけども、そこでもね実際二重マッサージ、二重整体術というね整体メニューもねしっかりありますので、ぜひ、ね、興味があった時に受けに来てみてください。結構ね、今回ね東京店6月にオープンしてかなりね好評で、受付開始3時間でね、予約150件、ね、問い合わせが来てね、もう予約がね、サーバーダウンしてね、予約打ち切りとなりましたので、ぜひね、7月はね、6月の25日、9時にね、多分ね、予約受付開始しますので、ぜひね、興味があったら、インスタグラムで、予約開放をね、お待ちください。OK、次、眉毛潰していきます。次は眉毛を指で潰していきます。前頭から眉尻まで。最近ほんとね、二重メニューがすごく人気で、整体のほんと店舗にもね、こう二重整体をね、やってほしいですっていう依頼がね、結構来ますので、まあ結構ね、皆さん自分で押し方わかんないから、ぜひもしよかったら受けに来てみるのもいいですし、まあ定期的に、川島美容塾というね、オンラインサロンのイベントやってますので、オンラインサロンね、まあ月々1000円で入れますので、もしね、興味がある人は、そのイベントの、あとは美容塾の方のイベントで、二重整体のね、体験会とかもやってますので、ぜひね、興味があったら、行ってみるといいかと思います。たまに、最後の前の
眉毛運動です。眉を上げて下げて上げて下げて、この眉毛運動いきます。で眉毛運動はね、これこそ、二重マッサージのね、二重マッサージの動画がなんだ、この眉毛運動はね250万再生いったね動画なんですけども、この動画もねすごく好評でしたね。眉毛を上げ下げして、眉毛をね使う筋肉をね、この前頭筋って筋肉があるんですけども、この筋肉を使うことによって眉毛を使う筋肉がねよく使い、まあ使いやすくなってきてくれて、普段からね眉毛の筋肉が上に上がりやすくなってきます。で日本人はねこの筋肉を意外と使ってなくて、あまりこう使ってないとどんどん重くなって、硬くなってきて重くなってきますので、しっかり普段から使うことが大事な筋肉、前頭筋って筋肉ですね。僕もねこれあんまり普段意識で使わないので、なるべくね意識して使うようにはしてるんですけども、やっぱね外人はねこうはいとかねこうよく使うんだけども、日本人ねあんまり使わないので意識して使っていきましょう。よし、次いきます。次は前頭骨マッサージ。次は親指でこの前頭の骨に指を引っ掛けて、この上に持ち上げます。グッと持ち上げます。こんな感じでグーッと指で上に骨を押し上げる感じ、こんな感じですね。グッといきましょう。で1分間キープ。でこれは特に頬杖とかつきながらするとやりやすいと思います。特におすすめは授業中とかですね、勉強中とかにこう頬杖つきながらやるといいですね。目の前に教科書で隠して、教科書でこう隠して隠れてこうするっていうのが一番の定番ですね。僕が中学僕が中学生やったらずっとしてますった次は、眼輪筋マッサージですね。眼輪筋は次ね目の下から上まで、ほぐしていくんだけども、指3本で、目のね下、眉毛の下の縁、骨の縁にこう押して、これほぐす感じ、眉毛の下の骨の縁に押してほぐす感じ、こんな感じでこう分かるかな、これ伝わるかな、骨の縁をなんか押す感じなんですよ。上を押して下もちょっと押して、こんな感じで、さあここに眉毛の、目の周りね、目の周りをほぐしていきます。これ眼輪筋って筋肉ね、結構ね目の周りの筋肉なんですけども、これも意外と固まって使ってないので、この眼輪筋固まってると目の周りがむくみやすくなってきますので、ぜひねおすすめなマッサージなんでがしっかりねほぐしていきましょう。ポイントは目の周りの骨の縁を押す感じで押すといいかと思います。はい、次は鼻毛下生筋マッサージで、眉頭を指2本でタッチしてもらって、グッと押して上かつ斜め上、中心斜め上にこう押し上げほぐしていきます。これ両方いっぺんにいきますね。中心斜め上に押し上げて、はい、これもねしっかり押すことによって、このね鼻毛下生筋と言われる眉毛を下に下げる筋肉がギュッと力がね無意識に入っちゃってる人が多くて、これが力入ってると眉毛が下に下がってきますので、しっかり上に上げるためにほぐしていきましょう。ポイントはねしっかり押すのがポイントです。でしっかり中心斜め上に押すのもねポイントです。中心斜め上にね、5、4、3、2、1。はい、次は平行線マッサージでって、二重線をちょっとこうグッと中心に引っ張りながら、二重線を平行にこう作る感じですね。下がってるのを平行にグッと持ってきて、このまま軽く上下にマッサージしていきます。伝わるかな。二重線をグッとこうやっぱり平行に持ってきながら、このままほぐします。あ、鏡見ながら二重線がしっかりこうグーッと横まで入る感じをね見ながらやってみましょう。この平行二重が、ね、入る位置でねしっかり癖をつけるっていう意味のマッサージです。ぜひね分からなかったらこの、ね、下の動画を参考にしてみてください。やっぱり10秒、10、9、8、7、6、5、4、3、さあラスト
ラストは眉毛運動で締めましょう。いきます。眉毛を上げて下げて上げて下げてですね、上げて下げて、ポイントはしっかり眉毛を使う、こう外人にこうなった雰囲気でね、外人になりきった感じでグッグッと、結構ねこう日本人本当に使ってないんで、全然こう筋肉を使う習慣がないんですね。なのでこの眉毛の使い方を忘れてる人もねすごく多いので、これしっかりね普段から意識しましょう。大きく大きく上げてグッと落とす、ポイントはしっかり上げること、上げて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 、残り10秒、ゼロ、オッケー、終了です。はい、ということでお疲れ様でした。こんな感じでやっていくと目の周りの筋肉生まれ変わって、こう固まってて凝ってる筋肉がしっかりほぐれてくれて、使いやすい筋肉に変わってくれます。筋肉使ってないと目がむくんできますので、二重線も腫れにくいですし、まあここ腫れぼったい感じの、ね、目になってしまいますので、それをねこの10分間ぜひね毎日頑張ってみて、1日1回はねぜひね試してみてください。はい、でここから先はですね、ちなみに二重ねもっと早くしたい人は、実はね二重にするためのツボっていうのも実はあります。要は目の上にねストレスをね解放するツボっていうのが実はあるんですけども、そのツボをね、30日間押し続けるとこんな感じでね、完全一重から二重になったね子もいますので、ぜひねストレスのツボ、人間関係のストレスとか、まあ、なんか悩みがある人はねストレスが溜まってくると目の周りがねどんどん老廃物溜まってきて重くなってきますので、そのストレスが溜まってるなと思った人はぜひねこのストレスのツボの動画をねぜひ見てみてください。もしくは目の周りの筋肉をもっとね効率よくね、目の周りのむくみをねしっかり取りたいし、涙袋も作りたいし、二重も作りたいっていうね効率よく作りたい人はね、レベルアップしたランニングマッサージの上級編をね下の概要欄に貼ってますので、ぜひね、まあ、どちらかねぜひチェックしてみてください。どちらもね、川島美容塾限定の動画となります。はい、そして定期的に二重マッサージをね体験できるイベントもねやってますので、もしよかったらね、これも美容塾限定ですので、もしよかったらぜひね美容塾限定の二重イベントでぜひね参加されてみてください。はい、ではこんな感じでね、 Twitter、Instagram ぜひねチェックの方よろしくお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。こんな感じで川島式整体と川島式小顔矯正を受けれる店舗が宮崎と東京にありますので、興味がある人はぜひホームページをご覧ください。